はい、じゃあということで、ほいということでということでということでもおかしいか。あ、We are here to We are here はなのこれ to は We are We are はいたみたいな過去形ってことですかこれ。いや、わかんない。もうそういうの全然わかんない。いや、俺もわかんない。俺に言われてもわかんないけど。まあ、これどういうゲームかっていうと、お互いが別の部屋に閉じ込められるんだけど、はいはいはい、その部屋からの脱出方法を相手しか知らないってい う、まあ、つまり意思疎通しながらその部屋の脱出を目指そうというゲームですね。なるほど。結構説明力がね、必要なゲームということらしいんですけど。一番得意です。あ、本当ですか。まあ、俺もシュウさんが確かにそういうの一番得意だろうなと思って、はい、いやもう解説動画とか上げてるんで実は、ね、やってますし、はいはい、まあ、普段からも ね、 そうですね、なんかやっぱいろいろと説明をするっていうのはすごく得意であると踏んでるんで、職業確かにそうかもしれないです、うん、はい、なんで、まあ、今回はちょっとシュウさんと一緒にほうほうほうこのゲームをやってみようかなということでございます。わかりました。俺ドンやります、うん、じゃあシュウさんドンで、あ、ドンシュウさんでお願いします。静かなる静かなるドンでお願いします。お、すげえ。あ、すげえ、ちゃんとオープニングムービーがある。あ、こんなちゃんとしてるゲームだと思わなかった。すごいな、なんか雰囲気ありますよねこれ。うん、いや、すごいな、めちゃくちゃ低予算ムービー。背景フリー素材じゃないのこれ。多分 ね、雰囲気作りじゃないですかこれ。背景まで 3D で作る余力がなかったんだろう、ね、そういうことなのかな。あえてでしょこれは。城があそこに行こうって言ってるの。おーおー、なんか光ってる。何これ。あ、入ってきた。へえー、あ、この2人が俺らってことかな。あ、そういうこと。これドンと農民なんだ、うん、ドンと農民。あーあー、閉じ込められた。ドンも農民も服装一緒なんだな。あ、喋る。あ、じゃあトランシーバーの方がドンか。あー、そういうことか。なんで別々で行くの。一緒に行けよ。なんで別れたいの。確かにな、効率中ですよ。ねえ。あ、降りて行ってる。2人で行ったらいいな。絶対2人で行くべきだろ。導入結構長いな。始まった。あ、なんかおーおー、あ、もう画面見えてる。俺早速、結構暗いな。これ明るさ暗いちょっと調整できるか、設定するか。え、これ多分もう俺とシュウさんで別々の部屋にいるってことだよね。そうですね。え、じゃあなんかにとりあえず進むか。トランシーバーに似てるけど、あ、これで実ゲーム内ボイチャってことね。このあー、マウスを押すことでね、マウスの右クリで、はい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 、なるほどなるほど。まあ今回このボイトランシーバーは使ってないけど、使ってないけど、まあ無制限で使えるって感じなの。うん、あ、なんか台座があるわ。台座進んでったら、あ、もう進んでる。あ、もう進んでるんだけど俺。マジか。なんかちょっと上がったところに台座があって、はい、で、はいはいはい、なこれマークがあるな、スロットみたいな、まあ、はあ、あ、でなんか合わせられる、はい、スロット合わせられる。多分これマークを合わせる仕掛けなんじゃないかな。マークを合わせるし、あ、なんかドン、ドン、そっちになんかないっすか。俺がドンか。うん、ドン、なんかないっすか。ね、うん、んドン。ちょっと待って、ドンの部屋には何があるの。ドンの部屋には、うん、あ、これベルセルクの煮えの紋章みたいな。ああ、はいはい、マークあるでしょ、首の後ろに入って。そう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 、ベルセルクの煮え、煮え紋章。あ、これか。ないっすか、どっか。なんか あるあると思う。多分これのこと言ってんだと。なんかこれ船虫、船虫、そうっす、
そうそうそう、船虫じゃねえけど、まあれだ、ガニ股のやつが作家様に落ちてるみたいなマーク。あ、そう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 、あ、あ、はいはいはい、じゃあ完全にこれだわ。うん、その下に、なんかね、うん、なんだこれは、ドラキュラが寝てる箱みたいな。ドラキュラが寝てる箱、棺桶のこと。棺桶が入ってますね。これか、え、これのことなのか、わかるのか。いや、なんか確かにそれっぽいのはある。ドラキュラが寝てる箱、紋章みたいな、ニエの紋章みたいなのが、うんうんうん、え、何個もあり、何個もある、うん、で紋章それぞれ違うんですけど、おうおうおう、その中のそのスペースに棺桶が入ったり入ってなかったりする。入ったり入ってなかったりで、どういうこと。ニエのニエのニエのスペースには入ってるな。ニエのスペース、え、待って、マーク3つない？え、あ、あるあるある。三つ目ってない？そのニエとカンオケ以外でなんかない？あ、カンオケマークじゃないです、ちなみに。マークじゃない？ね、うん、スペースがあるんですよ。そのニエの下にスペースがあって、はいはい、空間があるのね。そこ、うん、空間があって、その中にカンオケが置いてあるんですよ。あ、で、カンオケってのは物理的なやつ？あ、そう。あ、実際にあるってこと？あ、それは俺のとこにもある。そうそうそう、あ、そういうことじゃないんだ。あるんだ。あるあるある。これはただのおしゃれじゃない？おしゃれ、これインテリアじゃないの、これは。え、違うのか。ただ、うん、そんな感じでいろんなスペースがここにはあって、うん、その上にいろんなスペース、その上に、うん、その上に紋章が書いてあるんですよ。はいはい。あ、にえとか。あ、じゃあそ、うん、他に紋章ある、他の紋章ある、なんか。あ、あります。ね、うん、砂時計みたいな紋章があって、あ、はい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 、で砂時計の下のスペースには棺桶が置いてないパターンもあり、うん、置いてあるパターンもあり、わからんわこれはどういうことだ。え、もう一個ない、紋章。そのあ、なんかね、おでんみ、おでん、あ、おじゃ花、チューリップみたいな感じ。あ、チューリップある、チューリップある、チューリップある。え、ってことはこれで合ってるのか。一応こっちでなんか3つ紋章を揃えられるような感じになってるのよ、仕掛けで。はいはいはい、はい、で、シュウさんが今言ったニエと、はい、ニエ、この砂時計と、砂時計とこのチューリップを揃えて今、はいはいはい、で、なんかレバーを引けるようになってるのよ。なるほど、これで正解なのかっていう。ね、うん、正解です。マジでわかる。え、じゃあ引くよ、引いてみるよ、レバー引いてみてください。はい、ガッシャン、鍵が開くはずだ。あ、開いた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 、鍵開いた、鍵開いた、あ、俺も開いた俺も開いた。 あ、正解だったんだ、ね、これでいいんだ。全然わかんなかったけど、そういうことか。え、じゃあ進みます。理解しました。なるほど、こういうゲームね。はい、ね、マジでめっちゃ不安になったけど、スペースってなんだと思う。あ、なんか奥に行ったら本があります、うん、あ、俺も本がある。これはディアーシー、待って、めちゃくちゃ英語なんだけど、ちょっと待って、めちゃくちゃ英語だなこれこれ翻訳されないの、ちょっと待って。ラブユー、なんだこれ、期待だぞ。しかもこれ翻訳されないのか、ここ読まなくてもいいの、読まなくていいの。いや、これわからんな、これ読む必要はあるのかな。で、右側になんかろうそくのイラストがあります。僕、ろうそくのイラストないか、これ俺は、はい、ないな、ろうそくのイラストない。おー、じゃあ俺がなんか伝えるのかな。タペストリーみたいなのがかかってるな。タペストリー、あ、で、もう一個本があるわ。ほうほう、え、でもこれは読めないな、読めない、完全に謎の言語の本がある。あ、だってこの筆記体を読む必要があるのよ、うん、これは。いや、多分ないでしょう、おそらく。え、マジでこんな意味深に置いてあるのに。いや、え、なんだこれ。あー、でもタペストリーあり、うん、ちょっと待ってください。はい、ろうそくが、6本あって、ろうそく、うんうん、六角形に配置してあって、ほうほうほう、で、なんかそれぞれ数字が数字打たれてます。
はい。何の数字？なんかドラクエ1、2の数字。ああ、はいはい。あの数字？一応こっちにもなんか魔法陣みたいなのがあって、ほいほいほい、その周りにろうそくが6本立ってるわ。はあ、火をつけるんかな。火をつける順番ってことこれ？ありますね、これ。火をつける。はい。でも火をつけれそうなものがないんだよな。あ、マジか。なんかね、いけた、いけ、いける、いける、いける、つく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 。お、これなんか順番わかる？そっちで。わかります。お、言って。じゃあまずは、右下1。右下？右下ってどっちだ？多分手前のね、右かなってことは、はい、入り口側から見て右下ってことかな。入ってきた。おそらくそうだと。あ、でもろうそくの形ある？あります？いや、全部一緒。一緒か。うん。じゃあもうこれ向きで見るしかない。本が、本の向きなのかな。あ、でも本置いてあるわ、うん、置いてありますか。本置いてありはする。本から見て、うん、右下、手前の右ってこと？おお、まあまあ一応その位置にろうそくあるから。じゃあ一応つけてみるわ。お、はい、お願いします。次は1です。これが1。それは、左上。左上、はいはい、奥の左か。はい、左上で一番手前。お、一番手前。手前左、手前左、奥右、奥右、はいはい。あ、なんかでも当たってそう。これ当たってそう。で最後1個、奥、最後奥です。お、あ、開いた。いや、開いてない。なんか光った。タペストリーが光った。あ、俺もタペストリー光ってる。え、なにこれ。ん、何これ。なんか光った。マークが、マークが何か光ってるね。光ってる。あ、これを伝えるのかな。これを伝…え、な、何のマークが光った？なんか…うん、なんだこれ。うわぁ…何これ。こっちはなんか、はい、FPS の照準みたいなマーク。照準…うん、照準…丸印の上にバッテンのマークが光ってる。で、はいはいはい。あ、二つあるの、壁が。二つあって、もう片方が光ってるのは、うんうん、じゃ陰毛みたいなマーク。陰毛。陰毛。また陰毛だ。陰毛、もしくは、はい、ミミズみたいな。ミミズ。うん。俺、本から見て左の赤いタペストリーに、うん、はいはいはい。あ、赤いタペストリーあるよ。うん。はい。これはもう、なんつったら、一番すごい記号が合体してるんですけど。すごい記号が合体してる。うん。一番下が、うん、その FPS の照準。おーおーおー。の、X 書いてその上に丸重ねた。ああ、同じ同じ同じ。俺が光ってるのと同じ。で、うん、そこの上に、うん、えぐいぐらい合体してて、記号がえぐいぐらい合体してる。おうおう。なんつったらいいんだこれ。おう、なんだこれ。うえこれむずいな。そっから、おう、その記号あるじゃないですか。おうおう。それをまず頭に浮かべてもらって、ん、その丸と×のやつを。そうそうそう、はいはい、頭に浮かべたよ。浮かべました。うん、浮かべた浮かべた。その一番てっぺん上から一本シューって電信柱が伸びるイメージ。電信柱が伸びるイメージ。シューって伸びた。はい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 、はい、伸びましたか。伸びた伸びた伸びた。うん。で、その根元あたりに、はい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 、両方スパナみたいな。両方スパナ。あ、なるほど。あー、でもちょっとわかる。ちょっとわかった。お、わかる？スパナが。あ、そういうことか。ベタンとくっつく。あ、待って。電信柱ね、まず。電信柱。こっちでなんかマークが選べるわ。選べるんだ。多分これ同じ記号を作るんだ、こっちで。そのシュウさん見てる記号と。
はいはいはい、やっぱそういうことね。あ、あるわ、電信柱これね、複合してるんだ。はい、押して、で次スパナね。はい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 、スパナで次は、お次はね、うん、その電信柱に漢字の木を、その木の、うん、木の電信柱の部分を重ねて、電信柱、木の電信柱の部分を電信柱に重ねる、うん、重ねて、ん、台みたいになっちゃいますね。台、台って何？台って何？台どういうこと？台、え、巨大な感じ、巨大、感じ、大きいの、大きいの台、大きいの漢字の台、スパナの上に漢字の台が、スパナの上にあるみたいな感じかな。あ、でもこれしかないな。え、じゃあちょっとこっちでやってみるか。選べるのはこれしかない。で、もう一、もう一個、うんうん、その電信柱を基本として今スパナ、うんうん、木、漢字の木、台が、台っていうのが、なんか違う気がするんだよな。でも、でもこれしかないんだよね。これないのか。いや、ちょっと待ってよ。あ、わ、俺勘違いしてるかも。ちょっと待って、こっちか。どうやって重ねるの？これ、これね、これを電信柱っつってんのか。これか、漢字の木、木曜日の木、木曜日の木。あ、じゃあこっちだ。あ、で、おー、ああ、こういうことか。で、はい、で、え、なんか2パターンあるんだよな。なるほどね。こっちか、スパナと合体してんのかな、これ。なんか電信柱かでも多分こっちで合ってると思うんだけど、で一番上に、うん、なんつったらいいんだこれ。なんか、なんだこれは。丸が2つあって、一番上丸が、ああはい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 、はい、あるよね。なんか線でヒュインとつながってるみたいな。これか。いや多分そう合ってるわ。完成です、それで完成。あ、で、あ、じゃあもう一個あるの、はい、これ。あ、もう一個あります。うん、青いタペストリーの方。おお、あ、こっちもじゃ あるのか指示してくんな。これさ、一番下陰毛ない？陰毛落ちてない？一番下これ陰毛なのか。え、陰毛、なんかまあミミズ、そうそう、ミミズ的な。あ、そうですね。で、他には、ちっちゃい陰毛ね。他は、あとは、あ、なんか分かった、俺が見えてるマーク言うわ。はいはい、なんか、はいはいはい、ね、これ竿がしなってて、グイーンって下にその陰毛にクロスする形で下方向に竿がしなってて、竿しなってる、しなってる。で、竿の先が、はい、丸三角、はい、とさすまたみたいな。さすまた、はいはいはい。どれになってる？ね、うん、竿陰毛とクロスする形で、陰毛とクロスしてる竿の先っぽの形、竿の先っぽそれどっち、上の方ですか？あ、下下はね、丸、あ、丸だわ。はい、オッケーオッケーオッケー。はいはいはい、ってことはもうこれしかない。竿の根元の方は、はいはい、あの矢印じゃない、矢印っていうか、ね、丸だな。竿の根元に丸、あ、丸とさすまた、なんか、なんか棒人間がわーいって手上げて、はい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 、そのわーいの手のところが四角になってる、あ、三角になってる。あ、ってことはこれか。わーいが三角、はい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 。で、うん、え、棒人間は顔の中に 点ある？ないです。あ、ない。あ、はい、あ、いけた、いけたいけたいけた、変わった、いけた、あ、いけたんじゃないこれ、マジで。え、まだまだ、え、すげえ、なんか光った。あ、魔法陣が光った。あ、俺も魔法陣が光ってる今。あ、これで、うん、順番か、また順番、ね、うん、なんか線が引かれてます、魔法陣の中に。おお、どういう風に引かれてる、これでも順、どっちが先なんだろう。これは俺は何をしたらいいんだ、光り始めて中に線が引かれてるな、うん、待って、なんか俺が触れるのかな。触れる？まだ扉開いてないんだよね、でも。開いてはないっすね。なんか俺別の扉開いてんのかな、ちょっと見てみよう。うん、なんかインタラクトできるものがないか。開いてはない。開いてないか。
なんかでも線は引かれてるな。線が引かれている。あ、待って、わか、あ、こっち触れるわ。なんか魔法陣の周りを触れる、はい、これは多分、ほう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 。あ、で、マークがついてるわ、よく見たら。はい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 、はい、うわ、めちゃくちゃ見づらいけど、マークが、はいはいはい、なんかマークある？ありますあります。見づらー、このマーク。なんかある？どの線から引けみたいな、どのマークから始めろみたいなある？どっちから返しかこれ分かんないんですけど、うん、まずなんか雷落ちてバーンみたいな。雷落ちてバーン。待って、これちょっと明るさ落とすか。ちょっと待って、明るさのせいで見えてないのかな。眩しすぎる。眩しすぎるのか。いや、でもなんかマークがあるんだけど、めっちゃ暗いんだよな。これ光るのかな。あ、光るわ光るわ。あったあったあった、あ、雷バーンのマークあった。待ってよ、雷バーンが1かな多分。待ってよ、これが1。はい、雷バーンあった。次はバーンある、うん、バーンあるバーンある。その後、うん、これはなんだろうな、これあー、なんだこれ。なんか分かる分かる、多分同じマーク見てるけど確かに分かるわなんだこれ。あ、でも俺の方で選べるのは、はいはい、でもこれ繋がってればしか選べないの。あ、あ、ごめん、な、何これはね、うん、X が上にあ、はい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 、X が下にある、なんか2個。あ、 X の双子みたいなやつ。 X の双子、双子の X ね。双子の X、 あ、双子 X ある。あ、繋がった繋がった、いけました、はいはいはい、いけました。で、次は、その次は、うん、これはなんつったらいいんだこの、うん、ひし形書いて、ひし形書いて真ん中に線をシャッて入れるって感じです、ね、ひし形書いて真ん中に線をシャッて入れる、縦に線を入れる、あ、これかかな。あれですか、いわゆる、いわゆるいやまあ、まあ、まあまあまあ、そういう、そういう、そういう的なやつですか。あれですか、壁画がよくある。ああ、あ、はいはい、完全にありますね。はいはい、あ、それです。はい、それです。はい、すいません、なんか伝わりやすいのがそれしか思い浮かばない。そう、かなり選んだ言葉を、ね、うん、はい。次がこれなんだ、次がなんだこれ。つながるのは、うん、これもイメージの話になっちゃう。ああ、どうぞどうぞ、イメージの話。サイクロプスの目あるじゃないですか。あるね。あそこから光線が、ほう、あの X 状に広がってるみたいな。 X 状ちょっと待ってよ多分これのことだ。いや、多分これのことだと思うんだけど、でかい X に横棒かな。でけえ X に真ん中横棒。あ、こっちか。あ、これ向きが違うのかな。なんかこれ、確かにこれは方は一緒か。サイクロプスの目、一つ目だよね。サイクロプスの目、横に広い目ですよ、サイクロプス。横に広い目、サイクロプスの一旦忘れますか、サイクロプスの例え。ね、なんか、はい、なんだろう、目ん玉の化け物に、目ん玉の化け物、足生えてるみたいなのではない。手足生えてる、足、目ん玉の化け物に足生えてる手足生えてるみたいなやつではない。手足生えた、それではない。生えてないな、生えてない。もしくは、はい、ひし形の上に触覚2本。はい、違う、違います。違うんだ、あれ。多分、でっかい X 書いてもらって。いや、絶対これだと思うんだよな。あ、そうなんだ。いや、目玉の化け物に、目玉の化け物、向きが違うのか。団子二兄弟に手足生えてるみたいな。団子二兄弟に手足、違う。あー、団子二兄弟に手足って、それ手足めっちゃ長いっすか。割と長いね。割と長い。じゃ違うか。いや、でもこれかこれだと思うのよ。もう二択なのよ。この団子二兄弟か、はい、このひし形に触覚二本のどっちかだと思うのよ。なんかね、
感触的にはアメンボ4本足のアメンボを上から見た感じ。いや絶対それだわ、絶対これだってるわ。あ、それだ。じゃあこれ押します。それだ、はい、あ、お願いします。ピ、はい、多分大丈夫、多分大丈夫から、うん、あ、これも分かりやすいですよ。レッドリボン軍ですよ、レッドリボン軍。ああ、はいはい、レッドリボン軍。もう普通にレッドリボン軍のマークね。レッドリボン軍のマーク、はいはい。で、次は、次もレッドリボン。待ってよ、レッドリボン2つあるな。レッドリボン軍のなんだ、蝶ネクタイバージョンだな、これ。蝶ネクタイ、あー待って、え、じゃあ間違えてるか、これ。あー待って、幅広、全部消えた。あ、全部消えんのか。だってもう一回最初から、一番最初が稲妻で、で次が、次は X 双子、双子の X で、次が壁画ですね。壁画、まあいわゆるあれの壁画、あれだに、あれです、アメンボ、アメンボで、レッドリボン軍が2つあんだけど、レッドリボン軍のカルベじゃない方ですね。カルベ、あ、蝶ネクタイのね。カルベじゃない方、 しっかりカルベになってない方ってこと。そうそうそう、あ、ちょっとふわっとした、ふわっとアバウトなカルベの蝶ネクタイ、でかでかの方で、かいでかい、わかったわかった、これででかので、その後にちゃんとしたカルベ、ちゃんとしたカルベ、はいはいはい、カルベ。まだ蝶ネクタイつけてんの。はいはい、いや、つけてるでしょ。あ、で、ラスト2つだ、もう。あ、ラスト2つ、うん、うん、これ小規本になるな。ニエじゃない方だな、ニエマークじゃない方だ。ああ、はい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 、こっちか。うん、なんか X、 あ、こ、そうそうそう、肛門、肛門みたいな子。肛門でしょ。え、肛門こんな広くないけど。まあ肛門、肛門かな。いや、肛門じゃない、これは完全肛門でしょ。え、肛門、アメンボじゃないですよね。アメンボのことじゃないですよね。いや、普通に肛門、肛門かこれ。まあでも肛門に見えるのかも。肛門かな、はい。か、あれだわ、あのぷよぷよの、はい、カーバンクルいたじゃん、はい、あいつの耳と足をグーンって引っ張ったみたいなマーク。カーくん、ぷよぷよの、違う、どう、まあ、確かにそんな感じだよね。やべ、それアメンボかもしれん。あ、ここで間違えてる可能性ある。俺の中のアメンボ、カーバンクル引っ張られてんな、俺のアメンボ。めちゃくちゃ。あ、え、でもそうか、最初サイクロプスの目がどうこうっつってたもんな。そう、そこで間違えてんのか。確かに、これ肛門かもしれん。あ、肛門だこれ。え、じゃあサイクロプスは肛門、はい、サイクロプスは肛門だな。ちょっと待って、あ、じゃあやり直すわ、最初から。そうですね、アメンボが違ったわ。雷、雷、 X、 X 双子、エング、あれ、エング、あれ、エング、エング、エングの次に、はい、これね、肛門です、肛門、はい、で、肛門の次がこれしっかりカルベです。あ、しっかりカルベ、あれ、あれ、アバウトカルベじゃなかった。デカルベです、デカルベ、はい、デカルベね。デカルベで、しっかりカルベ、カルベで、で、これがアメンボ、これがアメンボなのかな、うん、で、最後にこのニエ、ニエ、ニエマーク。お、あ、行ったか、ナイス、行けましたね。あ、行けた、あ、開いた、なんかどっか解除されたぞ。あ、マジで、あ、ほんとだ、ほんとだ、あ、開いてる、あ、すげえ、なるほどね、開いた、あ、多分正解だった。俺の方は開いたよ、扉。あれ、どこが開くんだろう、これ。上の、上じゃない、なんか俺は上に上がる階段があって、上に上がる階段、入ってきたとこと逆方向の部屋だけど、じゃあ奥か、うん、ちょっと待ってください、行ってみますわ。あ、チェックポイントに到達した、あ、到達してる、また本があるわ。あれ、俺ドアロックされてんぞ、ちょっと待って、本読めねえんだよなこれ。あ、で、レバーがある、これ上げてみよう。レバーありますか、うん、レバー上げた、上げた、なんか変わったか、なんか螺旋階段みたいなとこ出たな。俺閉じ込められてんな。え、マジで、あ、なんかあるわ。でもありますか。あ、でもこれはなんだ、俺もこれ通れないのか、通れないな、なんか槍が飛び出てきて邪魔してる。で、その横に十字架みたいな、
十字がかけてあって、その中に記号があるわ、6個。え、でも俺これ、あ、なんかない、周りに。あ、なんかちょっと開いた、1個開いてる。1個開いてる。なんだ、本があるぞ、でけえ。でけえ本。あ、なんかレバー、レバー引いた。戻れなくなってる、俺。ん？なんだ、なんだレバーだ、これ。多分これ、週3待ちかな、もしかして。俺、戻れなくなったわ、もう。俺も閉じ込められたわ。マジか。うん。あ、なんか開いてる。おお、そっち行って。あ、なんか開いてるわ。あ、行けた？何これ。あ、全然違うとこ行ってたのか。なんだこれ。あ、え？お、あ、何か。うん。なんか奥、え、あ、あ、う？なんだ？謎だ。謎？俺がね、今度は何か台座のようなところに。はい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 。なんかブロックを置くっていう感じになってて、うん、台座のようなところにブロックを置く。はいはいはい。そうですね、四角いブロック、うん、それぞれなんかなんかマークが書いてある。はいはいはい、マーク。何のマーク？太陽、あ、なんか方位磁石がある。あー、方位磁石ある。はいはいはい、あるあるある。あって、 ありまして、うん、ん方位磁石をどうするんだ。なんかね、それをね、うん、台座の上に置けるんすよ。はい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 。え、その置いたらどうなるんだろうな。台座の形って、うん、なんかあれじゃない、はい、十字架の形してない。あ、十字架かな、これは。十字架みたいな形してない。十字架、なんかもう、うん、あ、でも X ですね。 X の、あ、ビラビラビラみたいな X です、ね、ビラビラめちゃくちゃ。あ、でもビラビラ、だからこう斜めから見てるってことか、十字架を。ある種十字架じゃない？ちょっと45度傾けたら十字架じゃない？ あ、そうですそうですそうです。あ、はで、十字架らしく長くなってるとこない？長くなってないな、もう均等だな。え、均等に X？ 均等に X だな、これ。均等に X か。え、じゃあなんか三角形のものある、うん、三角形のもの、三角形のものを置けたりしない？木箱が、はい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 、さっき言った木箱、計1、2、あ、落ちた。え、なんだよ、俺落ちた。ちょっと待って、落ちたちょっと待って、俺死んだんだけど死んだなんで？え、足踏みはず、いやいやいや、足元に注意してって書かれてる。いや、普通に自然に落ちた。え、これ、え、時間制限あんの、これもしかして。落下死ってことじゃなくて、落下死した。落下死した、うん、なんか足場が崩れて落ちた、多分。はあ、多分足場が崩れ、あ、カチカチ言ってたな、そういや。なんか時間制限あったんじゃない、その謎解きに。むずだから、どっかに四角形、四角形とかないかなっていう。 ある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 。ある？木箱の上に書いてあった。ああ、じゃあ三角のマーク書いてない、木箱に。三角あります、三角あります。じゃあ三角を X の真ん中のところに置いてみてくるな。置いた。おおお、なんかガラガラ言ってる、ガラガラ言ってる。ええ、ちょっと、あ、足が崩れた。足が崩れていく。待って、また死ぬ俺、また死ぬ、また死ぬ。次なんだ、次なんだ。あ、待って待って、落ちる落ちる、落ちた。落ちる。また死んだ。え？三角じゃないのか。あれ、間違いってこと今の。四角形。あと方位磁石。方位磁石はそのなんだろう。うん。図形の方向を指してますね。図形の方向を指している。ああ。四面あって。ああ、待ってよ。わかった。はい、あ、わかったかも。方位磁石の赤色の向きってどこ指してる？はい、赤色の向きは、その、四面の、なんだろう。あ、俺が見える方を指してるな。わかった。俺が見てるこれ、あれなんだ。立方体をばらした図なんだ。多分。十字架じゃなくて。なるほどね。
え、じゃあ、あ、そういうこと？面白い。多分そういうことだわ、これ。おー、その立方体を見つけるのか。多分この、俺が見てるこのバラした図の立方体を台座に置いたら通れるんじゃないか。なるほど。じゃあ、その、方位磁石の、うん、うんうんうん。あー、来た。その赤色の矢印の方って、はいはい、はいはい。何がある？赤色矢印の方は、そうですね、四角、三角、五角形。四角か。そうそうそう。四角、三角、五角。うわ、これ、うわ、じゃあ、五角形取りますか？あ、四角取りますか？いや、待ってよ。こっちも四角で、じゃあ、方位磁石の、はい、東の方って何のマーク？これね、うん、2個あって、るんすよ、その四角が今2個に絞れてて、はいはいはい、そうですね、2個に絞れてますね、はい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 。ちょっと1個目見てみますね。うん、見てみて。東って右だもんな。右三角です。あ、じゃあそっち台座置いてみて。あ、そっちマジですか。うん、そっち置いてみて。ちょっとマジで俺もう死にそうだ。置いてみよう。置いた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 。あ、ダメっぽい。ダメそう。ダメか。ダメか。何の変化もなかった。なるほどね。でもそういうことだな。解き方は分かった。うん、東が五角形。あ、これかも。あった。これ置いてみますね。うん、置いてみて。いけた。あ、いけた。ああ、いた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 。なるほど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 。いけたいけたよ。よしよし。そういうこと。あ、もう一個ある。また同じのある。また同じのある。マジかマジか。待ってよ。近っ。また同じので、方位磁石の北に三角。はい、北に三角、はい。で、西に四角。西四角、はい。東に三角。東三角、じゃあこれじゃないな。西三角。東側三角。あった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 。あ、じゃあそれだと思う。これだ。置いてみ。オッケー。じゃあこれ置いてみよう。はい。あ、ダメだったの。あ、マジか、引っ掛けあんだこれ。ダメかよ。引っ掛けパターンもあるんだ。マジか。え、待って、これじゃないの。じゃあ違うの置ける。違うのチャレンジしてみて。まだ一応時間あるわ。はいはいはい。北三角。北三角。東四角。北三角。北三角。東四角。右が三角。右三角、うん、ない。東側三角。右三角。左四角。左が四角。あ、じゃあこれで合ってるよな。さっきのなんでダメだったんだ。え、ダメだった。絶対これだわ。え、それしかない、うん、絶対これだ。置いた。あ、いけたいけたいけた。あれ、なんでダメだったんだ。奥向きとかある。あ、いや、なんか捨てたやつ拾ったからか。あ、じゃあ最後、ま、もう一個。最後同じやつ。また同じ仕掛け。マジかマジか。うん、はい。東が三角。右側三角。東三角、はい。で、西側が、左側が五角形。五、はい。あ、見つけました。ありました。これです。じゃあ、それ、お願いします、ドン。あ、間違えました。待って、なんだ。ドン、お願いします。もう一個。はい。北が四角が。北が四角。西が五角形、はい。西五角形、はい。東三角。東三角。はい。南三角、ね。南三角。そうです。それです。あ、これです。あ、開いた。なんで一回間違えたんだ。あ、でもゴールした、ゴールした。抜けた、抜けた、抜けた。あー、よし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 。抜けたー。いやー、いや、これ難しかった、マジで。なんか、もう、ぼーっとしてきたもん。頭ぼんやりした。いや、確かに、最後俺も。めちゃくちゃ疲れた。どういうことってなって。いや、でもこれ面白いな。いや、おもろいっすね。ね、なんか一気にやるのはめっちゃ疲れるけど。いや、結構ね、いけましたよ。うん、やっぱ説明うまいわ、うん、シュウさん。あー、マジっすか。うん、やっぱ分かりやすかったわ。あ、うん、分かりやすかったっすか。うん、分かりやすかったわ。なんか、サイクロプスの目とか。いや、確かにそうっすね。あの辺、あれか。肛門でしたもんね、結局あれ。まあ、結局あれは肛門だったけど。サイクロプスの目からビームが出てるってすごいな。